開封始めます。ちょっと珍しいハローキティのスパンコールポーチかな。こういうのはね、どうなんだろう、やっぱ気になる人がいるかな。というわけで開けてみますね。こういうのでも全部対象年齢15歳以上なのはね、何なんですかね。そしてこの厳重ですね。開けますよ。見た目がね、普通になんか綺麗ですよね。レースっぽくてね。キティも本当にいろいろ出てますね。ストラップでもね、なんか気持ちの悪いのとかあったりするのに、と思いきやこんな大人っぽいのを出したりとか。よいしょ。思いっきりスパンコールで、触り心地はね、あんま良くないですね。スパンコールですから。あ、これはツルツルしてます。ああ、ちょっと黒ですか。いやー、光ってますね。スパンコールってね、触り心地ってあんまし良くないですよね。ポーチはね、大きめです。中に仕切りはないですね。何に使おうかな。ちょっとピンクが金ですね。私の手のひらが、2つ分ぐらい、結構大きいよな、ポーチとしては。ちょっとおしゃれチックの中に入って、箱に入ってましたけど、あ、今私映った。ね。弱いです。ちょっとね、残念なくらい弱かったですね。まあまあ、景品だしね。中身はね、こんな感じでした。ハローキティのスパンコール。だよね、スパングル。あ、スパングル？スパングルだね。スパングルでいいのかな。まあいいや、ポーチです。まあ一応スパンコールとかいろいろ書いてますね。スパンコール、ビーズの変形、変色の、直接アイロンをかけたり、いや、しないっしょ。しないっしょ、それ。うん、硬いもので擦られたスパンコールが取れたり、破損したりする恐れがあります。あるよね。乳幼児が舐めたり、口に入れたりね、するんだよね、子供はこういうの。まあ、こんな感じで入っておりました。ハローキティのポーチです。